ありがとうございます。こんちゃこんちゃ、いただきます。嬉しい。めっちゃゴンチャハマってて最近。ね、前飲んでましたよね。そう、なんかもう見つけたら入っちゃうからさ、もうあんまり見つけんようにしててん、もう通らんようにしててんけど、これマジで美味しいから、私いつも黒ウーロンミルクティーにタピオカトッピングしててんけど、初めてアロエやったっけ、ナタデココや、ナタデココトッピングしてみた。ナタデココうま。ナタデココ美味しいですよ、ね。うん。毎日飲みたい。一番好きな飲み物もこれかも。ずっとコカコーラって言ってたけど、はい、モンチャの黒ウーロンミルクティーのナタデココトッピングが今世界で一番好きな飲み物になった。正式に。正式に。じゃあ。もう2月ですから、もう1月後半にはずっとそわそわしてて、いろんな雑誌見てたのよ、特集とか。まあチョコレートの話なんですけど、私毎年ほんまにチョコの祭典にわざわざ出向いて、ね、なんか毎年買うチョコレートとか新たに見つけるチョコレートとか買うんですけど、渋谷の西部のチョコの祭典に行ってんな、新しいの買ってみようと思って、私は今年初めてね、なんか兵庫の芦屋に本店があるらしいねんけど、来てたから買ってみて、もう食べたんですよ。今日初めて食べようかなと思ってんけど、一回家帰っちゃったから買って食べてんけど、めっちゃ美味しい。私が一番好きな生チョコトリュフみたいな感じで、あとリキュールが入ってて、私一番好きなんですよ。なんかミルクチョコとかよりもこういうちょっと濃いブラック系のチョコレートにリキュールが入ってる生チョコレートが大好きで、こんなビジュアルでゴロゴロしててめっちゃ美味しい。ほんで今日はいっぱいチョコレート持ってきたんですけど、これはいただき物のチョコレートで、ジャンポール・エヴァンの今年のデザインのものをいただきました。ボンボンショコラの10個、パリフォーエバーってやつをいただきました。ジャンポールエヴァンはパリンのチョコレートです。なんかね、ちょっと食べちゃってんけど、これもめっちゃ可愛いの、今年こういうピンクのやつでバレンタインって感じ。あと男性の方多いと思うんですけど、なかなかさ、チョコレート買いに行くのハードル高いっていう人のためにめっちゃおすすめのチョコレートあって、私も最近見つけてんけど、これこのチョコレートマジで美味しい。私さ、昔ポルテ、今売ってないねんけど、ポルテっていうチョコレートがあって、日本のチョコレートで、でコンビニとかスーパーとかでも売ってたんやけど、なぜかもう売ってないのよ、廃盤になっちゃって。でもそれがほんまに美味しくってさ、なんで廃盤になったかわからんぐらいほんまめっちゃ売れてたし、そういうのなんでなんやろ、でずっと探し求めてたの、それに似たチョコレートありました。一番近いかも、この世に売ってるチョコレートの中で。ちょ、今食べてみるな。中がバニラのなんかムースみたいなふわふわのチョコレートが入ってて、めっちゃ美味しいね。美味しそう。うん、これをずっと夜深夜にずっと食べてて、なんかニキビとかできちゃってんけど、もうそれでもいいやって思えるぐらい美味しい。ぜひカルディで売ってるから、結構ね、カルディってさ、ブワーって商品陳列してるからさ、見つけるの難しくてやんか。ね、諦めかけて、もう見つからんくって。でも、店員さんにダメ元でこれありますかって聞いたら、ここにありますよって教えてくれたんで、なんて言うんだろうこれ。ル・シュバリエのトリュフ・ダム・ブランシュっていう、多分海外で売ってるチョコレートなんですけど、カルディに売ってるので、ぜひ見つけたらゲットしてみてください。めっちゃ美味しい、これやばい。ねえ、もらった、ここにいるマネージャーに。このマネージャーにもらってんけど、デジでのチョコレートで、私も去年初めてファンの方にいただいて食べてんけど、結構有名で美味しくって、
すごい嬉しい。見た目もめっちゃ可愛いねんな。可愛いですね。パッケージもめっちゃ可愛い。デジレです。で、最近あった話で言うと、もう、めっちゃマネージャーにも迷惑かけてんけど、最近超落ち込むことがあって、もう、この撮影も、ほんまは3日前ぐらいにする予定やってんけど、2日前か。もうなんか、落ち込みすぎて、気分が全然乗らんくって、なんか食べ物も喉通らんし、なんか飲み物もなんかもう、喉通らんみたいなぐらい、めっちゃ数年ぶりぐらいに私落ち込んで、何やったんやろ。なんかやばかったよな。やばかったですね。あんまないよね。私、気分の浮き沈みがないんですよ、ほんまに。なんか、めっちゃ嬉しいことあっても、なんかこういう波、絶対に浮き沈みってあるけど、なんかこういう人おるやん。これってめっちゃしんどいことやから、いい時も悪い時も。悪くなった時にめっちゃしんどいから、いい時知ってるから。だからこう緩やかに感情の波をなんかなるようにしようって数年前から決めてて、なんか結構自分のこと守ってきたつもりやねんけど、なんかほんま最近超落ち込むことあってやばくって、ほんま直前まで撮ろうって思っててんけど、もうマネージャーさんがもう今日はやめましょうみたいな。でなんかカフェ一緒になんか連れ出してくれて、このまま帰ったら絶対落ち込むからカフェ行きましょうみたいな、で連れてってくれたんやけど、まともに喋れんくってなんか超話広げようとしてくれてんねんけどまあねみたいな感じで 1000% の作り笑いみたいななんかちょっとまあねで、なんかもうほんまにね、やばかったよな。一緒にさ、カフェでめっちゃ美味しいプリン頼んでんけど、正直めっちゃ美味しかったんけど、楽しめなくって、ちょび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 、もうなんとか食べてて、その日ご飯も一食も食べてなかったから、もう食べましょうみたいな。仕事でもプライベートでもほぼ悩むことないねんけど、あの日はやばくって、なんか、久しぶりに落ち込んだ。落ち込むことそれあるねんけど、あんなになんか喋れんくなるまで、なんか、その日稽古とかあったりとか、メンバーとかと喋ったりしててんけど、もうほんまに頑張って笑ったり喋ったりしてて、結構なんかきつかったなぁ。なんかどうでした私。でもずっと下向いてましたよね本当に全然あのその嫌な気持ちになるとかないけど、でも人間ってやっぱ落ち込んだら下向くねんうん、これ聞いたことあんねんけど、落ち込んだ時こそ背筋伸ばさな。やっぱりこうなったらさ、もう空気もめっちゃ浅くなるから、まず悪循環がしくって、背筋ピンって伸ばした方がいいっていう知識はあんねんけど、もうそれも忘れちゃうぐらいずっとズーンってなってて、もう息もうまく吸われへんみたいな。もうマジ久しぶりあんな思いもしたくない。もう立ち直ってん。ちなみに言うと。なんかある問題が解決したから、立ち直って、今はすっごい元気なんですけど、なぁ、やばかったよな。やばかった。ずっと下向いてた。だからでも、その、多分、落ち込んだら、タイプによるじゃないですか。落ち込んだ時の。で、多分、ほっといてほしいし、一人で、なんか無言でいたいんだろうけど、でも、無駄じゃないですか、その時間、優香さんにとって、絶対。もっと落ちていくだけのタイプの人だから。うんうん、だからもう絶対興味ないだろうけどずっと話振っててえ、何やってたかな。なんかもう分かってん、もう気使ってめっちゃ喋ってくれてんやろうなみたいな、分かっててんけど、もうほんまにねえ、なんか美術館何系が好きですかとか、映画行きましょうよとか、海外旅行行きたいですねとか言われててんけど、それどころちゃうねんと思ってて、うん、絶対思ってるだろうなって思いながらでもね、なんか食べたりとかはほんまに食べてなかったから、その日飲み物しか飲まれへんくって、うん、でね、帰り道もさ、最寄りまで送ってくれて、でも無理やってん、もうすぐ泣くわみたいな、もう涙とか出てた、正直電車乗ってる時に続いてますよ普通に涙がゆっくり流れててんやんか、ふーってで、多分家まで送ってくれようとしてたんやけど、
もう無理、限界で多分帰り道泣くと思うから、ここで大丈夫ですって言って、最寄り駅の改札まで送ってくれて、ほんまに、でも助かった、マジで。ずっと、私なんか、なんやろ、ね、腕組んでくっついてたのよ。もう安心したいから、ギュッて。もうずっと腕組んで、こんな感じで、ずっと歩いて、みたいな感じやって。落ち込んだ、久しぶりに。もう、でもあんな思いしたくない、正直。なんか人間って落ち込んだ方が、人生の深み出るとか言うけど、もういらん。私いらないです。何も考えずに生きていきたい。マック美味しいって言って、マック美味しいとか、チョコレート美味しいとかっていう幸せとか、ワンちゃん可愛いっていう幸せとともに私は生きていきたい。ローマもたくさんの犬と植物に囲まれて、あ、なんか、マック新作出たんやって言ってマックの新作食べ比べてとかっていう、なんかもうな、人生の波はもういらんって思っちゃう。でもずっとな、ちゃんとなんか、なんていうんやろ、私のマネージャーはそうやってなんか落ち込んだりして、落ち込むことと向き合って偉いですねとか言ってくれて、ね、何がやねんと思ってたけどその時は何がやねんほな変わってみーとか思ってとか思ってたのは嘘なんですけど、ずっとなんかほんまに慰めてくれてさ。食べます、これめっちゃ美味しいよ。食べて、これマジで美味しいから。いただきます。結構デカめのゴロゴロ系なんですけど、美味しいね、これ。美味しくない？しかもこの季節って、あの冷蔵庫入れるよりもその暖房とか効いてない部屋で保管してたら、チョコレートが一番美味しい温度やから、冷蔵庫とか入れちゃダメですよ。廊下とか置いてたら一番美味しい。なんかカチカチすぎても美味しいよね、これ、うん、めっちゃ美味しいよな。一軍入りやねん。ちょっと違いました。あ、ほんまに、うん、どんな感じ？もっと甘いと思ってた。てか外なんかちゃんとパリってやつあっていいですね。うん、わ、うん、かる。でもそんな高くないんだよ、うん、やっぱチョコレートに出せて3000円まで、うん、ほんまはもっとたくさんさ、食べてみたいものとかあるのよ。それこそ超高級チョコレートのイヴァンっていうトリュフがあるんですけど、もうすぐ売り切れる。みんな並んで買う。めっちゃ高いのよ。2粒で何千円とか毎年ね出てくるんですけど、買われへん。4個入りで2500円、やばいよね。いつか食べましょう、来年は。いつか、来年来年目標で。じゃあ、うん、マジでそうしよう。もんちゃんも毎日飲みたい。美味しい、これほんまに。え、もんちゃん初めてじゃないですよね。違う違う、バカにしない、バカにしない。アンテナが敏感すぎるって沖縄にはないでしょ、まずまずはね、ないでしょ。で、飲んだことあります？最近できたあ、そうなんや。沖縄行っても飲めんの？飲める。え、飲んだことありました？あります、あります。何が好き？それが好きなの？ほうじ茶、なんか季節の、うーん、ティーなんですよ、ほうじ茶今、うんうんうん、ウーロンミルクティーもでも飲みます。めっちゃ好き、これ。やっぱさ、このゴン茶ってさ、タピオカブーム終わってもさ残り続けてるやん、人気なんか、うんうん、めっちゃいいよね。しかもゴン茶って学割やってるの知ってた？やってます。すごいよな。私も学生の時ゴン茶できてて欲しかったし、めっちゃ安くて飲めんのよ、うん、ね、うん。いや、じゃあ別れた後なぜか落ち込んで、自分も、うん、あ、ごめんなさい、全然違う、引っ張られた。そういうあれじゃないけど、なんか久々に見たから、うん、あんな落ちてんの、うん、ゆうかさんが、うん、なんか分からんけど落ちて、自分も電車めっちゃ泣きそうだったんですよ隣で泣いてんの見えてたから、横目で見ないようにはしてたけど、でもなんか泣きそうになって、めっちゃ優しいですよね、いつも、うん、いつもなんか2人でご飯とか行って、なんかまあ楽しい話がほとんど9割やけど、いや、こういうことあってみたいな、もうすごいなんか私的にみたいな、もうここで悲しかったんですよねって言ったら、なんかいつもすごい多分引っ張られてうるうるしてて、いい人やなこの人と思ってでもゆうかさんもそういうタイプじゃないですか？いや、私は正直なんやろ、
結構気分が落ちて友達が寄ってきやすいというか、遊ぼうって誘われることが多いのよ、うん、多分その子も無意識やねんけど、なんか私が結構ポジティブな言葉をめっちゃかけるから、いっぱい。だから多分自然に落ち込んだ時に友達とかが今日遊ぼうとか今日会いたいとかって言ってくれることが多いんですよ。これってほんまに昔からで、私でなんとなくそうやなと思ったんですけど、私のお母さんもそうやってん。もう全く同じ、なんか話聞いてみたいな、お母さんに話聞いてとか。私もそうやから不思議やなと思った。お母さんもほんまにそういう人で、なんか結構落ち込んでる人とかが寄ってきやすいらしくって、でも自分が落ち込むことってほぼなかったから、もうなんか多分そんなに大した内容じゃなかったんけど、マジでな、はたから聞いてそれだけって感じやったやろ何がって感じやったやん。やねんけど、マジで大した内容じゃなかったんけど、そういう体勢がついてなさすぎて、もう自分でもすごい、なんていうんだろう、戸惑ってた。落ち込むことに慣れてないから、なんかどうしたらいいかほんまにわからんくって、いやマジでしんどかったな。しかも落ち込んだん別に2日間だけとかやってんけど、もうあんな思いしたくない。これを1週間とかやったらそれをめっちゃ痩せると思う、うん、切り替えれたからパンってよかったけど、久しぶりに落ちたなって思った。で私あんまりなんか弱いとこ見せたくないんですよ、うん、あんまり言いたくないんですよね、自分が落ち込んでるとこととか悩んでることを他人っていうか友達にも家族にも言いたくなくって、なんですけどさすがになんか多分もうバレてるし、いや分からん、隠せてる人には隠せてると思うけど、もうなんか多分様子ちょっとおかしいのとかもう出ちゃうぐらい落ち込んじゃったから、ちょっと聞いてもらおうと思って聞いたら楽になった。初めて人になんか、初めてではないかもしれんけど、あ、なんか悩みって口に出して聞いてもらうだけでこんな心って軽くなるんやって思ったっていうか、だからすごいなんかちょっとはなんか相談してもいいんかなって思った、なんかこのタイミングで、うん、うん、なんかほんまに人にやっぱ言わんからさ、絶対に言いたくないタイプやから、言わないですね。だから今度から相談してしようと思った。でも釣られて泣いちゃうもんないやでもあれは、なんか、違う、なんか理由があったら、なんか言えるけど、な、うん、何も言いようないんだよ。しょうもなすぎてやんな。ただただ、ゆうかさんが、その、反省してるじゃないけど、うん、そう、自分がそう、結構、落ち度あったというか、あ、なんかあんなん言わんかったらよかったなとか、あるんですよ、ちっちゃいことは。あ、なんかちょっとチクッと今日人に言っちゃったなとか、注意の仕方ちょっとトゲあったかなとか、ほんまにそういうことで私落ち込むの。人に何かされたからっていうので、落ち込んだことマジでなくて、なんか言われたとか、こういうこと書いてあったとかで、落ち込まないんですよ、私。どうでもいいって思っちゃうから。なんですけど、やっぱり自分のしたことにすごい反省することが多くって、あ、なんか言い方ちょっともっと優しく言えたなとか、だからほんまになんであんな言い方しちゃったんやろうっていうので今回はすごい落ち込んでて、うん、なんかもっと自分のこと見つめ直して、なんか自分が自分のこと嫌にならん程度にはちゃんとしたいというか、うん、うん、なんかこれ結構モットーやねんけど、自分に絶対がっかりしたくないから、もうなんかもっと人に優しくなりたいって思うことめっちゃあるねんな。私はほんまに結構なんていうんやろ、表情に出たりとか態度に結構出ちゃうから、納得いかんこととかがあれば、自分の中で決着つかんなーっていうことがあったら考えちゃうから、めっちゃ、うん、ね、あ、伝わ、ダメじゃないですかそんなまあでもちゃんと伝えるんですけど、私はこうやと思いますみたいな感じで伝えるけど、でもなんかそれもっともっともっと思いやること、うん、したいなって思った。目標やな、ほんまに。ほんまだからすごいって思う。人のために尽くす人じゃないですか。まず職業がサポーターだから、まあ、職業としてはまあそうなんかもしれんけど、心の底から、もうマネージャーは、これこれこうが喜ぶと思って買ってきましたとか、これこれこうやと思って先回りしてこれこれやっときましたとか、めっちゃすごいと思う。ほんまに。向いてる？私は多分、無理やなって思うところまで気が回るというか、こんな気回る人見たことなくて、ね、仕事がまずできるっていうのはそうなんですけど、めっちゃ向いてると思う。ほんまになんか今回はなんか落ち込んだ
こととかもそうやし、そのいつもの仕事の面とかでもそうやし、ああ追ってくれてよかったってめっちゃ思ったんですよマジしょうもないことで悩んでてんけどほんまに何がって感じのことで悩んでてんけど、今年の目標は人にもっと優しくなるっていうのと、来年の2月の目標はイヴァンの生チョコレートを食べるってことまあ頑張ります。私も自分に誇れる自分で私は頑張りたいと思います。